皆さんこんにちは。今回の動画はですね、シルバージュビリーのギターで気になったところ、全然決めてなくて、パッと話しました。はい。ですね、今回の動画はですね、もう一個僕チャンネルがたまに更新してるのがありまして、そこで、バンプダバナシみたいなですね、名前でやってる、ちょっとね、バンプのギターとか、ギターじゃないこととかもいろいろちょっとね、小話みたいなのを話してるのがあるんですけど、そっちで話そうかなと思ったことなんですけど、でもなんか結構これ、知って、皆さんこう知ると、ギターちょっとバリエーションが増えていいんじゃないかなみたいな感じでですね、ちょっとたくさんの方に知っていただけると、そして考えていただけると嬉しいかなということで、ちょっとこちらの方でお話しさせていただこうと思います。はい。ですね、ちょっとね、変なパッと出てきたタイトル言っちゃったんですけれども、ですね、シルバージュビリーでですね、僕が1日目に行って、ライブに行って、それで、映像で2日目のやつを見たんですけれども、なんかね、やっぱりこう、ギター見ちゃうじゃないですか。ギターどんな風に弾いてるかなって見ちゃうじゃないですか。そこで僕が感じた、俺、これ今までと違うくね？みたいな感じで思った、点をですね、3つほど挙げさせていただこうと思います。もしかしたらね、皆さんも、なんか、ああ、そこだよな、みたいな。いや、あそこじゃね？みたいな感じで思うかもしれないですけれども、3つ、紹介させていただこうと思います。はい。ではですね、どれからいこうかな。ですね、じゃあまず1つ目。1つ目はですね、これ結構気になった人がいたんじゃないかなと思うんですけれども、リトルブレイバーね、やりましたね。リトルブレイバー1日目も2日目もやったと思うんですけれども、そこで、マスカーさん、今回マスカーさんのポイントなんですけど、3つともね、3つともマスカーさんのなんですけど、リトルブレイバーで、マスカーさんがある行動をしたということがですね、話題に 話題に僕だけかもしれないですけど、でも結構気になった方がいるんじゃないかなとね、思うんですけれども、バンプオブチキンライブでセレクター、ピックアップセレクターといえば、ここですよね。このフロントとリアのミックスポジション、ここですね。ここでほとんどがね、演奏されてるわけなんですけど、レスポールの時は。なんとですね、ギターソロの時にね、カチッと、こっちのフロントで弾いておりました。すごい、皆さん気になった方いませんか？でですね、僕1日目行った時はね、なんか映像で見た時はちょっと僕1回しか見れなかったのであれだったんですけど、映像で見た2日目はなんか最初の、ギターソロ1番と2番の間のギターソロだけだったと思うんですけど、こっちに書いてたの。1日目の時はね、どっちも変えてた気がするんですよね。で、あれって、いじってるってね、めっちゃ思ったんですよ。なんかバンプって本当変えることありましたか？あったらね、皆さん、お詳しい方とか、見たことあるよって方は、ぜひコメント欄で教えていただきたいんですけれども、ね、セレクター変えて、ソロ弾いてるとこ他に見たことあるとか。ね、もうね、これがね、すごいね、衝撃的でしたね。なんか、やっぱずっとバンプで言えば、いわゆるこうセンターとかって言われるね、藤君も、ヒロもこっちじゃないですか。なので、これの印象がとても強いんですけど、このね、ちょっと音小さいですけどね、こういう音から、こうなんかね、マイルドになるんですよね。ちょっと丸っこい感じになります。で、演奏されててね、うわー、こりゃすげえなーってね、思いました。なんかその、その時の、この、あれでやったのか、その、ノリでやったのか、決めきってやってたのかわかんないんですけれども、マスカーさん、セレクターいじってるっていう感じでね、もうめちゃくちゃ、その、僕、ライブ見てる時も結構ギター見ちゃうんですけど、うわー、すげえってなってね、映像で見ても、あ、2日目もやってるみたいな感じでですね、ちょっと驚きのポイントでした。皆さん、なんか思いませんでした。おぉ、セレクターいじってんねみたいな感じで思ったと思うんですけれども、これが一つ目ございます。で、次、二つ目。二つ目はですね、天体観測なんですけれども、天体観測ね、やっぱりほとんどのライブでね、演奏、最近のライブだって演奏されると思うんですけれども、天体観測の、僕がライブで、ここ、あれだねって、なんかバンドスコアとか、そういうのを見て
るのと違うなって思って、よく意識して弾いてるところ、まあ僕ライブバージョンで弾くのが結構好きなので、あの意識して弾いてるところは、意識というか真似して弾いてるところはですね、あのいくつも声が生まれたようのところ、静寂を切り裂いていくつも声がドゥルドゥルドゥルンってやつですね。ドゥルルルルルン、ドゥルルルルルル、なんかこんな感じのところがあるんですけど、僕があの天体観測をあのなんかドババッとこう解説させていただいたあの中では、あの僕がそのライブバージョンのこれで弾くことが多いので、こっちで紹介させていただいてて、でもあれ今までどうだったかなって思って、あのカウントダウンジャパンのあの映像をちょっと見させていただいたら、その時まではね今みたいな感じでマスカさん弾いてたんですけれども、なんとここの弾き方が違うっていうね、僕はこれライブバージョンであれこうやって弾いてるんだって思ってからですね、すごいあこっちで弾こうみたいな感じでずっとこっちで弾いてたんですけども、新たにですね、あの新たなバージョンがちょっとゆっくり弾くと、こっちこっちですよ。もう僕は衝撃を、これそれこそね、あのライブでね、当日その1日目見た時に、あれってそこ変えるみたいな感じでですね、あのすっごい思いました。本当このプリング、ハンマリングプリングで、スライドでこの976で3弦のここ7いく感じですね。今まではこっちのここの9から11とかの12の間をこう上がって下がってみたいな、こうだったんですけれども、今はもうここを存分にふんだんに使ってですね、でこのハンマリングプリングね、9と10、1弦の9と10、こんな感じでスライドスライドって感じでですね、ここはスライドじゃないんですけど弾いててね、うわーマスカーさんみたいな、ね、感じで思いましたね。うん、やっぱりね、あのなんかニュアンスがかなり変わるので、あのまあこれね本当にね、もうマスカーさんがね可能性というかバリエーションを広げてくれたので、あの本当にもうこれ好きな方でね、あの弾くとねいいかなというところでですね、まあさすがですよっていう感じでね思いましたね。うん、あのまあなんかどっちもいいみたいなね、でもマスカーさんがね今後どうやって弾いてくるかみたいなねところですけれども、あの天体観測はね、さっきのリトルブレーバーはまあでもたくさんってわけではないけど、ちょいちょいね演奏されますけど、あのやっぱりねこういろいろいろんなライブでたくさん弾かれてる、ね、曲だと、なんかそういう毎回その表情が違うとか弾き方が違うみたいな感じですごいね面白いですよね、見ててね、おわーってなりますよね。で最後はですね、僕はこれはあの1日目やらなかったので、バームさんがあの直接見たわけじゃなくて映像でおわーって思ったところなんですけど、これもまた古めの曲、ギルドでございまして、サビのアルペジオのところで一つ出てきました。あのまあずっとギルドってね、 B メロも A メロもなんか感想もみたいな感じでずっとなんか綺麗なアルペジオなんですけれども、そこの一つがですね、まあなんかサビってなんかこんな感じのアルペジオがあるじゃないですか。で最後のところので、これで行くところあるじゃないですか。ここね。こんな感じで行くとこあると思うんですけど、ここの、で、ここで、このハンマリングみたいな。こんな感じでね、ハンマリングをすごい使ってたっていう感じがしました。多分ね、僕の記憶が合ってれば確かやってました。僕もその1回しか見てないので、なんとも、確かこんな感じだったな、その時にそう思ったな、みたいな感じでですね、あの記憶にあるんですけれども、そうじゃなかったですかね。皆さん、記憶にある方、
ぜひ教えていただければと思います。はい、ここの、まあ、アクセント、このトゥルントゥルンっていうのがあるだけで結構なんかね、おーってなるんでね、すごいね、見ててうわーってなりましたね。うん、なのでこれ結構ね、なんかギルドって結構なんかアルペジオがすごいなんか難しかったりするじゃないですか。こうゲントビーみたいな感じとかあって、でまあゆっくりなんですけど手数も多くてみたいな感じで、なので余裕がある方はですね、ちょっとこっちでもやってみるとすごいね、なんか練習にもなるし、また違ったギルドがやれるみたいなところでですね、ぜひやってみていただけると嬉しいです。うん、でこのハンマリングとかに関してはなんか増川さんって結構なんかね、ハンマリングプリング系をなんかこうライブで使うみたいなことを思ったことありませんか。なんかね、才能人応援歌のラッサビのタッピング終わってチャンチャンチャチャンチャンチャラララララのところって結構なんかロングスパンがあるんですけども、そこでなんかね、確かね、チュルルルルルルルみたいなハンマリングプリングってね、ファーみたいな感じでハイポジションに行くみたいなのやってたりとか、増川さんって結構ハンマリングプリングを結構多用したりとかね、ライブで、するかなっていうところでですね、そういうところも結構見物でございますね。はい。ということでですね、リトルブレイバーのセレクター、天体観測のサビの、あそこ。で、ギルドのサビのあそこということでですね、僕が気になった点をですね、ちょっとバババッと紹介させていただきました。ライブ映像ってね、そういうね、こうなんか、見方によってはこの、シンプルに曲を楽しむなんですけど、ギターのここを見れるみたいな感じでですね、楽しみ方がたくさんあってね、すごい僕はね、ライブ映像を見るの好きなんですけれども、よければなんですけど、皆さん、ぜひね、もしよければ、こう、皆さんの中で、こう、ライブバージョンで、シルバージュビリーじゃなくても、シルバージュビリーでもいいんですけど、こういうライブでこうやって弾いてるとこ見ましたとか、なんか、ここありましたよみたいなことあったら、ぜひコメント欄で教えていただけると、なんか、みんなこう、共有できて嬉しいみたいな感じになると思いますので、ぜひよかったらね、教えていただければ幸いでございます。はい。ね、よろしければですね、こういったニッチなお話を、もう一個のチャンネルでもやってますので、ぜひチャンネル登録していただけると、下に貼っておきますので、嬉しいかなと思います。はい。では、今回の動画はですね、バンプダマダシ番外編、シルバージュビリーで思ったギターのお話、ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、ザラッとライブバージョンみたいな感じの解説というかお話だったんですけど、ライブバージョンも含めた解説動画もね、たくさんあげればなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。